ユリコタイガー、ユリコタイガーは、イタリアの女性コスプレイヤー、タレント、モデル、声優、女優。本名は、エレオノーラ・アウレリアー・ナグリエルミ。幼い頃から、大好きな日本のアニメ、漫画を見て育つ。14歳で、初めて、コスプレを始め、以降18歳まで、コンテスト優勝16回など常に入賞を果たし、イタリアの有名人気コスプレイヤーとなる。 イタリアでは、テレビ出演、新聞掲載、コミックのレビュー、コスプレコンテスト審査員、ビデオブログなどを行ってきた。2013年6月より日本に移り住み、2014年より、イベント、TV、CM、モデル等の活動をしている。ツインプラネットエンターテインメント所属。天才、ドリームネットワークスサボーナで生まれ、後にインペリアに引っ越す。 幼い頃から日本のアニメ、漫画を見て育つ。生まれ変わったら日本人になりたいというほど日本が大好きなイタリア人である。5歳の時日本のアニメ、犬夜叉》、《セーラームーンを初めて見てアニメ、漫画のファンになる。さらに J ポップを聞くなど、ますます日本が好きになる。14歳の時友達に誘われて初めてイベントでコスプレをした。 大好きなキャラクターになること、同じ趣味の友達が増えていくことが楽しく、コスプレにハマっていった。そして様々なコスプレコンテスト、コンベンションなどで優勝し続け、イタリアでは、テレビ、新聞、雑誌などで活躍し多くのファンを持つ、有名人気コスプレイヤーとなった。また、15歳の頃から漫画家になりたいという夢を持っており、後にインペリアの美術専門学校、及び、 トスカーナ州の漫画専門学校でアートも学んだ。また、3歳で初めて格闘ゲームを始めたというほどゲーム好きでもある。当時、父親がゲームソフトショップを経営していたことも影響していたようだ。2013年6月、言葉もわからない、知人もいない日本へ単身来日。7月より日本語学校で日本語の勉強を始める。同年のコミックマーケット、 東京ゲームショーでのコスプレが話題となる。2014年3月より本格的にタレント活動を始める。4月に日本では初めてのテレビ収録を経験し、翌5月にテレビ番組バイキング・信長、が世界に売り込め、名古屋飯バスツアーと同州に出演3番組が放送された。この頃、イタリアにいる時から憧れていた。 メイドカフェでのアルバイト体験をするも、1日だけの経験だった。その後、日本、イタリア、フランスでのイベント等の出演をしながら、テレビ番組、You は何しに日本へズームイン、サタデーなどの出演によりさらに認知された。以降、日本をメインにイタリアなど、海外も含め、イベント、テレビ、ラジオ、モデルなどで活動している。 たくさんの人に支えられていることに気づきファンとの時間を大切にしている。2017年1月28日、CBC テレビ開局60周年記念ドラマ、キンヌとのバックトゥザ名古屋第3話ゲストで女優デビュー。天才、ドリームネットワークスアンバサダー兼、チーフエグゼクティブ。 コスプレイヤー2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年ゲーム天才ドリームネットワークスありがとうございます